ね。確かに内ボール。はい、行きます。行ったらさ、割引してくれたよ。本当ですか。行くよ、カメラ OK。 何割引してくれたの。カメラ OK。 あ、そうでした。いや、まあ回ってます。 10% 割引してくれた。すごっ。いや、なんか別に連絡とかしないで言ってたんだけど、なんか中見てたらいて目あって 10% 割引してくれた。ちょっと引いてきますね。すごい。宣伝用にブログ書かなきゃ。ダイレクトマーケティング。いや、そりゃそうでしょ。日本語でシンガポールに行ってる。先生が一番甘いな。おーし、奥さんいるから積極性がいても3倍ぐらいある。今日は違うね。気づきがね。奥さん連れてくるのブームなんですか今。いや、奥さんが、ね、いる時期なの。ああ、なるほど。逆にね。で、あんた帰ってこないなら私来るわよスタイルね。そう、まあ、誰が連れてきてた。俺っすね。いやいや、ああ、そうなんだ。次、竹野さんの番です。うちの奥さんいるから。すでにいるからね。みんな知ってるしね。ああ、日本人とバスケを健全にしてる姿っていうのは奥さんを安心させるでしょ。なるほど、うん。そうだね、いろいろ言えないことばっかりしてるもんね、うん、ショーンとかいろんな色いけないことばっかりしてるから。そうですね。ショーンは俺思ったより音入ってきたのか。いや、がっつり入れるつもりです。あとはもう赤木さんの編集に任せて。もそんな編集ないから。ショーンの友達で可愛いシンガポール人いないの。可愛いシンガポール人、歯科医の娘がいる。ああ、歯科医の娘はいますよ。はーい。お金持ってなくてもいいんだけど。可愛いシンガポール人。ビッチなシンガポール人。ビッチな白人ならいますよ。あ、すげえ、このことかな。白人ちょっとダメなんだよね。燃えないんですか。いや、先生めちゃくちゃうまいっすね。先生うまい。先生能力が一人違う。先生めちゃうまい。なんかこれ3回に1回ぐらいの声だから。そう、アキレス腱切れそうだから軽くやりますとか言ってて、このパフォーマンスから。先生どこでやってたのかな。あ、なんかね、結構島のクラブチームとか全然聞いたことないクラブチームだった。あ、オッケー。心配いなかった。まだまだですよ。フリースローはいつも止めてる？フリースローは止めないですけど、交代は止めてます。あと後半戦は止めるから。雰囲気いいから。はい。俺なんかね、ひょっと化け物。左、そこで左。左？今完全に左。その司会の娘、司会じゃなくて何の娘さんだっけ？司会の娘は可愛いよ。可愛いかな。あ、そうなんだ。可愛いかなっていうか。何ちゃんとバスケ見ないで、そう話があって。いや、審判になってからガラッと変わるやん。変わっちゃったね。審判になってから変わるやん。いや、だって真面目に向き合ってる。比較的真剣に向き合ってますってバスケ、シンガライフの広告に書いてあるから。そうなんか。奥さんにこの動画見せなあかんな。おっ、いや、すごっ。ナイショー。あれ、ミネさんなら余裕で止めるよ。ほんと？多分、ただ単にコンタクトの質が違うから。ああいうのは早くコンタクトしなきゃダメなの。あ、そうなんだ。早めに体ぶつけないと。彼の好きなリズムで当てちゃダメなのね。早めに当てて。タッチ。全然届いてないんですよ、今の子は。ちなみにあと何分ですか。あともうすぐ交代ですね。いや、うめえな、マジで。うめえじゃなくて、早いよ。だからね、身体能力の人たちが半端ないよ。多分ね、何の競技やっても俺らより引いてる。そうメジャーリーガータイプだね。そう、秋山タイプだ。メジャーリーグに行ってれば大成功してた。秋山とか松井和夫系統な、なんか運動できそうな人ですけど、当時メジャーリーグ行ったら絶対に活躍してた。これ次出たら鳴らしますよ。うん、今のファール吹いてもよかった気する。まだファールよくわかんないんですよね。手が体に多い。はい、止めて。はい、キャメラマン誰かお願いします。キャメラマン。いや、俺出るんですよ。
キャメラマンお願いします。キャメラマン兼審判です。回ってるんで。すごいグラグラする。どうやって動くの？ナイショー。